昭和42年の法務省の世論調査では死刑廃止反対が 71%、 賛成が 16%。 日本人の間では死刑廃止論ということは全く評判が悪いわけだ。つまり日本人はみんな死刑を肯定しているわけだ。しかしここで死刑を肯定している連中は本当に死刑執行を見たことがあるだろうか、あるいは死刑場を見たことがあるだろうか。この連中は全くそんなことを全然見たことなしに、ただ人を殺した悪い奴は死ぬのが当たり前だなんて簡単な理由で死刑廃止に反対してるに決まってると俺は思う。この映画は昭和33年小松が女子高生殺しと言われた朝鮮人青年李智愚の犯罪をモデルにしている。李智愚はその後除名運動の高まりに水をかけるようなやり方であっという間に死刑に処せられてしまったけれど、彼が獄中で達した考え方の高さというものは日本の戦後青春のピークに立つもんだと俺たちは思う。で、俺たちはその李智愚を素材にして、李智愚の処刑が失敗して彼がもう一度蘇った、で、その蘇った彼をみんなが殺そうとする、彼にもう一度彼がどういう犯罪を犯してなぜ死ななければならないかということを納得させて殺そうとする、そういうフィクションを作り上げ、現実に死んだ李智愚よりももう一段高い人物、俺たちの想像した R という人物を作り出して、その人物によって死刑制度、それからその死刑をもって我々を威嚇している国家を弾劾する作品を作ろうと考えた。だからといって我々の映画が単に難しい理屈ばっかり言ってると考えられても困る。李智愚にお前が李智愚であるということを納得させようとする刑務所の役人たちの動きは全く滑稽でおかしく、それは事実滑稽でおかしい存在でしかない俺たち日本人皆さんたちの姿ぴったりだと思う。それを見て皆さんは笑って、笑いながら魂を締め付けられるような痛みを感じるはずだ。俺たちは完璧に死刑場を調べ、本物そっくりの死刑場を建て、俺たちは全く本物である死刑場を作り、そこで全く本物の死刑執行を行い、それによって皆さんが本当に依然として死刑に賛成できるかどうか、それを試してみた。ここはアートシアターだ。しかし俺たちはアートを作ってるわけでもないし、皆さんもここをシアターだと思ったりしないでほしい。俺たちは街頭でデモをしたり働いたりしてるのと同じように俺たちの映画を作り、皆さんも街角で遊んだり働いたり喧嘩をしたり人を憎んだり人を愛したりするのと同じような気持ちでこの映画を見てほしい。この映画を見ることが皆さんにとってのやっぱり行動でなければならないと俺は思う。国家はなぜ法の名のもとに合法的に人を殺すことができるのか、なぜ人を殺す権利があるのか。たとえ死刑に処せられたって俺たちは死ぬわけにはいかない。また戦争、国家は国家利益のもとに大量の人間を皆殺しにする、そういう戦争がある限り俺たちは死ぬわけにはいかない。国家がある限り俺たちは何をすることも許される。常に国家には罪があり俺たちには罪がない。国家こそ有罪で俺たちは絶対に無罪なんだ。そういうことを言うために俺たちはこの映画を作った。俺たち、俺とそのゲバラたち、田村勉、佐々木守、深尾道則、吉岡康弘、戸田重翔、西崎秀夫、林光、佐藤圭、東羅六甲、小松法政、渡辺文雄、小山明子、朝鮮人青年ユン・ユンド、石戸敏郎、町田正夫、足立正夫、中島正幸、山口拓司、そして私、大島渚。